金安右衛門金安右衛門から1839年9月21日は、江戸時代に、出羽国久保田藩に仕えた、下級の売である。実名は、秀沖で、拝名として、小野人とも称した、姓は、藤原氏で金はその氏である。父親は、朱常、字は倉人で、母親は、根本氏であった。久保田藩第九代藩主、佐竹義和が徴用した。 下級能利の一人、久保田藩のいわゆる改革派官僚の筆頭とも言える人物である。16歳で藩に仕え、後に久保田に学館を立てるにあたって学館の所生となる。能力があり、言葉遣いも優れ事務にも堪能であった。多くの役職を兼任し材用吟味役を経て、1804年、在用奉行、1805年軍方奉行検体、官場奉行、 銅山奉行検体を務めている。銅山奉行では、技術の導入や、幕府の銀座からの無利息1万両の資金の調達、買い上げ価格の値上げなど数々の改革を行った。1万両の無利息金の借用は、前例となり、後々5万両の借用までが可能になっている。これが後々、院内銀山における1833年の大増産である、 天保の盛り山につながっていく。1807年の文化ロアダによる、函館出兵では、金はすでに在洋武行と野代武行を兼ねていたが、重ねて神馬武行を務め、軍の経営全体を統率した。森岡藩、広崎藩、庄内藩に先駆けて、函館に到着し、幕府の役人と密に連絡を取り合い、我が軍聖連遊館、 はるかかに三藩の右二列と評価された。標法の方は、完全に、大山や五郎に任せていたものの、軍に関する計画が密で、兵卒も、よく軍律を守った。その後、八月に外戦する。天寿佐竹義和公の人材投用の章では、学者にして、一方立法及び行政語たる者の,の23名の中に、金安右衛門の名があり、過労。 引田一文料金、安右衛門のごときは、功労最も顕著なるものありき。安右衛門は、天使、強し進むにして深く財政に通じ軍師一切を、調理せり、うんぬんと記されている。松前出兵の命令が下ると、引田一氏は、金安右衛門を招き、何日で出兵できるか問うたところ、金は明日にでも出兵できるといい、軍資金の件も一任させてほしいと答え、 引きたを驚かせる。実際に、兵は次の日に出発した。食料は、津軽や崎で購入すると宣言し、かつ、自販の米国を輸送した。広崎藩では、兵糧不足を危惧し、米国の買い入れを行い、にわかに、米価高騰を招いた。金は、この木を利用し、野代や土崎から米国を輸出し、距離を得て、出兵の資金に充て、後に、 米家の定落を待って、兵糧を買い入れた。また、佐竹義和公賞特集の、義和公記の荒金行に、文化十四年より、藩主の行合するところとなりことを継続して、天保年間に至って、公領最も多く当時金安右衛門鉱山奉行に、してまた、財用法を金資業更新に預かって力あり、うんうんと記されている。久保田藩の飛び地であった。 下谷国下ヤ橋の住民が、藩の命令に従わなかった事件では、現地まで行き話を聞き、節油、弁解して、事件を処理している。藩の債務が累積して困窮した際には、大阪の交渉に費用を補充してもらう策を挙げ、藩はこれを取り上げ交渉の河野池や塩屋に釈財を、して、窮地を一時脱している。土崎港の大火では、いち早く現地に到着して、 火が完全に沈下する以前に復興住宅を建て始めて被災民を救済した。被災民は金の徳を褒めたたえた。これが佐竹義一の耳に入り、義和は金に報書を賜った。1810年、小月軍川津村の関機内との連携によって、半直への養蚕取り立ての植産政策が開始される。秋田郡川尻村に、 自費で試験場二棟を建築し、仙台藩より、養蚕士を雇用して、経営をさせ、また関機内には、家電の方法で経営をさせて、優劣を競わせた。その成功をもって、藩主、佐竹義奴を説得した金は、養蚕係主任に任じられて1817年には、寮内に17の養蚕座を設置するに至った。キート販売を目的に養蚕を目指したが、 実際にはうまくいかず、カイコの卵を産み付けさせた、種紙を両外に販売するだけになっていた。1832年、半直営の養蚕経営は突如廃止され、民間への委託となる。金が示した通りの利益を生み出さず、借財だけがかさんだのがその理由と思われる。金は反論を試みるが、反対派を論破することはできなかった。同じ改革派官僚の一人である。 スケガワ東馬の暗躍を疑ったりと、藩の中で厳しい状態であったが、それでも金は、養蚕事業を諦めなかった。しかし、スケガワ自身は、金の手腕を評価しており、自分が一大宿老となるなら、金をさ右,右衛門も宿老になるべき人物であると、進言している。金は、経営に苦労したが、大阪商人の合商鹿島屋から資金を得て、絹生産を軌道に乗せた。 さらに気流から招いた菱沼人兵衛により藩の海岸に自生する浜那須の根皮を占領とする独特の天然草木染めを完成するに至った。これが秋田八条の始まりである。金は藩内に産出を作り、式座を立てて教師を雇い、数百名の生徒に技術を伝習している。また、那覇市と共同で織物の産業を起こした。養蚕のことは、 長氏の大野心や、関機内、須田直行心なども学習を行わせた。長氏の大野心は1830年に商人の服装をして、大宇や品野の各地の養蚕を研究し、蚕の飼育、桑の栽培、織物等に至るまで秘訣を探り、景況を探る。帰国後は職人を集め従来の機械や地務も改良した。 天保の基金の際の1833年には、戦国山軍全体の軍部業に任命されたが、各家ごとの米の配分を厳しく統制する。家口米司法を推進したことで、北浦一揆を誘発したため、罷免される。また、工作地を桑畑に変えたことは、農民の利益をも考えた行為だったが、成果を残す前に、食料を不足が発生したため、 金親子に対する反発は大きかった。結果的にこの時は、桑畑は基金により荒廃した。その後復権し、藩の経済運営に手腕を発揮する。1838年には、二度目の家口米司法発令において、ライバルの助川東馬と対立した。金が家口米司法を立案し、助川が反対に回った。助川は、 金の意見を取るか自分の意見を取るか。もしも自分の意見が入れられなければ隠居すると、過労の前で宣言をしたが、結局金の意見が採用され、助川は隠居した。大阪奉行として大阪の富豪との交渉を行っていたが、1839年に体調を崩して突如夏に帰国し、8月14日に死亡した。墓は松刑事にある。 養蚕事業は、その後、長子の大の神らの力で回復し、事業は順調に伸びた。その後は海外にも輸出するなどして、キー糸価格が暴落する時まで、秋田の大きな現金収入のもとになった。小学立志編では、現在、養蚕業に従事するもので、金や末門を尊敬しないものはいないとしている。秋田八条の伝統は、現在にも引き継がれている。 古周縁金君聖徳碑、金安右衛門は、廃人でもあり、古周縁の号で、廃名は、おの人であった。1891年、千秋公園内にある、四次郎稲荷神社の参道脇に、金の検証碑が建てられた。石踏みには、金の功績が1106字に上る漢文で、綴られている。ありがとうございます。